カラレルシンガーのナナミユララですこの度ファーストミニアルバムプリズムが楽天ミュージックで配信中ですタイトルにもなっているプリズムですが光の屈折から反射していろんな色が見えるように私の声も曲によってたくさん変化していくところがポイントですナナミユララの七色の歌声が7曲詰まっていますさらに このアルバムを引っさげて3月にはワンマンライブも東京と大阪で開催が決定しております推し曲である「極めて可愛いは自分にとっての可愛いを極めてあなたも私も可愛いという自己肯定感爆上げのポジティブポップな楽曲ですダンスの振り付けもあるので皆さん一緒に踊りましょう是非皆さん楽天ミュージックでチェックしてください以上、ななみゆららでした。バイバイイ。